写真拡大。広島3の7阪神、7日、マツダスタジアム。広島、小園会と内野手、19が本拠地初アーチとなる3号ソロを放った。球団の高卒新人でシーズン3本塁打は1950年、権田修造以来2人目で、最多タイ。4打数3安打で今季3度目の猛打賞も記録した。チームは4位、阪神との直接対決で敗れ、再び 2.5 ゲーム差に縮まった。大差をつけられた中、真っ赤に染まる宇宙間席にドラ1の希望の一発が飛び込んだ。0の7の3回戦闘。小園がカウント3の1から西のシュートを振り抜き、本拠地初アーチとなる3号ソロ。松田で初めて打ったので良かったと振り返った。球団で高卒新人のシーズン3本リーダーは最多タイで、1950年、権田修造以来69年ぶり2人目。この一発に乗り、5回は二塁内野安打、7回は左前へポトリと落ちる二塁打で今季3度目の猛打賞。次は頑張りたいと先を見据えた。先輩へ感謝する。この日、赤松の現役引退が発表された。報徳学園時代の大角監督が赤松の大学時代の先輩という縁がある。入団直後の1月の合同自主トレでも溶け込みやすい雰囲気を作ってくれた。後輩にも優しくしてくれた。寂しいです。アウトでもいいからと積極的な走塁の重要性も学んだ。チームは連勝が2で止まり、4位阪神と 2.5 ゲーム差に縮まった。尾形監督は野手は粘り強くヒットを数多く打ってくれた。序盤の失点がちょっと痛いねと話した。明日に向けて練習からやっていきたいと小園。ゴールデンルーキーはまだまだ進化していく。